いらっしゃいませ。かしこまりました。そうか。
ひょっとして。そうか。ジョーマジー。いや、おいおい、え？すまん。そろそろお時間となりますが。かしこまりました。西島さん。Come on, baby. Woo!
イヤーサイヤーサイヤーサイヤープリティフェイス、俺もかい、おい、ねえ、ちょい、ゴミのような存在、怯えてるわ、とても自由、 All Lose Your Love、 All Lose Your Love、 Can't Take My Heart、 心にもね、 Lose Your Love、 Everybody say Lose Your Love、ラララララララ、ルージュオブラよ。バカみたい、聞いてくれ。バカみたい子供なのね、夢を追って傷ついて、嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた。 I love you もろくに言わない、口下手でほんまに不器用なのに、なのにどうしてさよならは言えたの。ダメだね、ダメよ、ダメなのよ、あんたが好きで好きすぎて、強いお酒でも歪まない思い出が、バカみたい、分かったわ。ありがとうございました。
らっしゃいませ。いらっしゃいませ。もしもし、いらっしゃいませ。
はじめまして、かぐやです。これ、私の名刺です。お名前聞いてもよろしいですか？冴島大概。冴島さんですね。よろしくお願いします。ああ。何頼みます？島さんって貫禄ありますよね。でも冴島さんもいろいろすごいことされてるんじゃないんですか？せやな。例えばどんなことされてたんですか？ですか。ごめんなさい、変なこと聞いちゃって。どれ。この店は3年くらいですけど、あちこち移ってるんでかれこれ6年近くやってますね。そうか。そうなんですよ。もう店の若い子たちからババア呼ばわりされてて、私店でも一番の古株なんですよ。なんとなく。別にそういうのもないんですよね。コンビニでバイトするより時給いいじゃんくらいの感覚で。昔は頑張ってたんですけどね。最近はもう時間いっぱいおしゃべりしてればそれでいいかなって。そういや、すごいですよね。来る方も見る方もこの寒い中よくやるなって思います。へえ、冴島さんそういうのお好きなんですね。結構意外です。ないですよ。雪だるまくらいなら子供の時作ったことありますけど。そうか。そんなの関係ないですよ。そりゃ東京の人とかだったら雪が降ってはしゃぐのは分かりますけど、北海道の人にとっては雪が降るのは別に楽しいことってわけでもないですから、雪かきとか大変なんですよ。なるほど。ええ、やっぱり観光で見に来るくらいの距離感がちょうどいいんじゃないですか。ほんなら。あ、家の中は暖房がガンガンに効いてるんで
逆に暑いくらいですよ。島さんみたいにユーモアがあったら冬も退屈しないで済むかもですね。そうね。佐島さんどちらからいらしたんですか？月見野にはお仕事で？いや。私もそんな風に気ままに旅行してみたいな。うん。私仕事でカムロ町に行ってたことがあるんですよ。ん？はい、ちょっと稼ぎに。ね、やっぱりこっちよりも賑わっててお給料良かったし。どれ？そうですね、でも全部使っちゃいました。東京で買い物したりクラブ行って遊んでたりしたら稼いだお金全部吹っ飛んじゃった。本当ですか？でも私はもうちょっと貯金しておけばよかったかなって思ってるんですよ。そうか。やっぱり佐島さんもそう思います？実は私あんまり気にしてないんですよ。グラスが空ですけどどうします？私もほとんど行ったことないですよ。うん、たまに小樽に行くことはありますけど、あと函館に行ったことあります、修学旅行で。そうか。あんまり道内で旅行はしないですね。札幌にいればよその町に行く用事もないですし、札幌にしても栄えてるのは月見の近辺だけで、ちょっと離れたらほんと何もないですからね。なるほど。あ、遠くからわざわざ汽車で月見のに来て飲んで帰るってお客さん結構いますよ。そうか。地元だといわゆる飲み屋しかないから、女の子と一緒に飲むにはここしかないんだって。うん。西島さんってすっごいマッチョですよね、私の好み。うん、私格闘技が大好きなんですよ。テレビ見ながらいつも手に汗握ってますもの。俺もや。ですよね。今年も大晦日の番組超楽しみにしてるんですから。ほんなら。え、やだ、どうしよう。
私、生で試合を見たことはないんですよ。一度行きたいと思ってるんですけどね。女一人で行くのはなかなか勇気が。どうや。本当に？あ、でも格闘技のチケットって結構入手するの大変って聞きましたけど。そうなんですか？西島さんすごい。そろそろお時間となりますが。かしこまりました。西島さん、よかったらまた遊びに来てくださいね。本当ですか？じゃあ待ってますね。いらっしゃいませ。西島さん、いらっしゃい。指名してくれてありがとう。何頼みます？お疲れ様。何が出るかな。自分が指名してた女の子がお水上がったこととかってあります？いや。そういう時ってお客さんはやっぱりがっかりしちゃうんですかね。うわー、西島さんすごい。じゃあ私今日でやめよっかな。ほんなら。もう冗談ですよ。西島さんって真面目なんですから。そういう私の場合、基本的に月見のから変わってないんで、そのまま前の店の指名客が新しい店に流れてくるんですよ。なるほど。だからこの世界に足を突っ込んでからまだ一度もお客さんと完全に切れたことがないんですよね。そうなんですよ。でも私、自分が別の仕事してる姿は想像できないんですよね。何かきっかけでもあればいいんですけど。おいおい、
でもお金の面で言えばキャバよりいい仕事ってあんまりないんですよね。ああ、やっぱりこの仕事が一番かも。後者ですね。まったく。そういえ。え、そうですか。ああ。西島さん、結構そういうのしっかりチェックしてるんですね。今までそんなこと言われたことないし、気のせいだと思いますけどね。そうか。肌が白いとかっていうのはたまに聞きますけどね。実際色白の子が多いと思いますし。正直私は胸大きい方だから何とも言えないんですよね。ほんなら。なんでって、まあ自然に。ひょっとして…そうかもしれませんね。でも私、小学校高学年くらいから大きくなり始めたから、あんまりそういうのは関係ないと思いますけどね。なんやと。西島さん、生まれは東京じゃないですよね。うん。やっぱり関西の人は言葉ですぐ分かりますからね。ほんなら。私は北海道生まれ、北海道育ちですよ。そうそう、ドサンコ。そうか。札幌です。ん？いえ、子供の頃からずっとそうですよ。北海道の子ってなまりないんです。おいおい。ああ、自分では気づいてないだけで、東京の人が聞いたら実はなまってるとか？だったら超恥ずかしいんですけど。よかった。多分。ひょっとして。知らないってことはないですけど、なまらとか？でも使わないんですよね。そうか。青森とか東北の人の方がめっさなまってますよ。ジョーマジ。え、めっさって言いません？いや。言いますよ。万国共通ですって。おいおい。私、割と何でも好きなんですけど。ほんなら。ワインですね。赤が好きです。
なるほど。たまにフラミンゴになるくらいまで飲んでますよ。記憶が飛ぶこともしょっちゅうありますし。そうか。西島さんは結婚願望ありますか？おいおい。うん、見えるかな。本当ですか？強がってません？どれ？ちょっと話そらさないでくださいよ。本当のところどうなんですか？ああやっぱり寂しいんじゃないですか。もう西島さんたら可愛い。私ね、結婚願望は別にないっていうか、子育てとかもしたいわけじゃないんですけど、最近養ってもらうのはありだなって気づいたんですよ。だって自分で働かなくていいんですよ。それって最高に素敵な生活じゃないですか。ジョーマジ、別に私がやらなくてもお手伝いさんとか雇えばいいじゃないですか。やっぱり結婚するならお金持ちですよね。な、そろそろお時間となりますが。かしこまりました。西島さん、今日もありがとう。またね。いらっしゃいませ。来てくれたの？ひょっとして私のこと気に入っちゃいました？何頼みます？お疲れ様。何が出るかな。西島さんって今のお仕事をどうしてやってみようと思ったんですか？そうなんですか。じゃあ夢はもっと違う仕事だったんですか？せやな。へえ、先生か。どれ？私夢っていうのがないんですよね。だから大学出たはいいけど、フリーターで。親にも同じこと言われた。西島さん、おいおい。この前ね、お客さんで有名な映画監督が来たの。月見野でロケやってたみたいで。うちの店に女優志望の子がいるんですけど、そこで監督さんの目に留まって、今度オーディション受けにおいでって言われて。
そうか。それで今度オーディションのためにわざわざ東京に行ってくるんだって。間近でそういう頑張ってる姿見ちゃうと私もなんかやらなきゃダメかなって。ほんなら見た目だけ良くたって受かりませんよ。うん、最近の芸能界って高校生どころか中学生小学生でデビューとかもザラですし、二十歳過ぎてたら遅いくらいなんです。20代後半になってから夢を見つけて挑戦してみようって思ってもできることなんてほとんどないんですよ。ジョーマジそっか、今の私にできることを探せばいいのか。やりたいことばっかり考えてましたけど、自分にできることから考えるのもありかも。アドバイスありがとうございます、吉島さん。そういう家でゴロゴロすることですね。ジョーマジ。ああ、ブログ書いてますかね。うん。今日は出勤してますよとかそういうの。おいおい。じゃあ、お酒飲むこととか。なんやと。あ、私、仕事上がった後もたまにバーに行って飲んだりしてますよ。友達がガールズバーで働いてるの。女性のお客さんはチャージがかからないんですよ。だから普通のバーで飲むよりもお得なの。冴島さんはお化けとか幽霊って信じます？ああ、あのね、私そういうのがダメなんですよ。私、子供の頃から階段とか本当苦手なんです。そういうの聞いた後は夜も怖くて電気消せなくなっちゃうんですよ。昨日たまたまテレビをつけたら心霊現象の番組やってて、おかげで今日は寝不足ですよ。いや。え？どうしてですか？ほんなら。それはもちろん格闘技番組ですよ。寝起き。あれ？録画に決まってるじゃないですか。お気に入りの試合は何度でも見ますからね。高校の時の友達がね、浮気してたの旦那にバレて今度離婚するんですって。そうなの。
旦那が浮気してたんなら一緒に怒ったり慰めたりできますけど、自業自得だからなんて言えばいいのか。いや、そうですね、これからは同じ独身仲間ですし、食事にでも誘ってあげようかな。せやな。冴島さんもそういうお友達がいるんですね。実を言うとその旦那の方とも仲いいから、これから付き合いづらくなるな。そうか。そうなんですよ、やっぱり旦那も慰めてあげるべき。いや。え、どうしてですか。私からは連絡するのやめておきます。ああ、そろそろお時間となりますが。かしこまりました。冴島さん、今日はとっても楽しかった。いらっしゃいませ。会いに来てくれたの？ひょっとして私のこと気に入っちゃいました？何頼みます？はい、ボトル入ります。こっちお願い。私もいただいてよろしいですか？いただきます。乾杯。お疲れ様。あれから私もちょっといろいろ調べてみたんですけど、私にできそうな仕事がほとんどなくて。募集の条件が年齢でアウトだったり、経験者じゃないとダメだったりとかね。いいよ。もうちょっとだけ見ようと思います。一個だけちょっといいなって思ったのもあって、モデルのオーディションだったんですけど。ん？条件が18歳から25歳までなんです。私先月26歳になっちゃったから。なあ。え、そんなのダメですよ。ちゃんとわざわざ年齢制限が書いてあるのに。何？だってもしバレて失格になっちゃったらどうするんですか？いや、ああなるほど、確かにそれでダメだったら年齢のせいにできませんしね。わかりました、じゃあ思い切って応募してみます。
せ。付き合い方ですか？な。年上。絶対年上。うん、え？だって年下の人とかって男って感じがしないんですよね。子供っぽいっていうか。その点年上の人は顔つきも凛々しくて頼りがいがあるんですよね。ほんなら。そりゃヨボヨボのおじいちゃんとかは嫌ですけど、がっしりした人ならオッケーですよ。それって超セクシーじゃないですか？外国の人でスキンヘッドでヒゲ伸ばしてる人とか超好み。この前大学の時のサークルの仲間に呼ばれて久々にジンパしたんですよ。ジンギスカンパーティーの略。うん。現役の子たちと OB20 人くらいで集まってバーベキューしたんです。大学行くの卒業して以来だったから懐かしくて。ジョーマジー。ええ、みんなやってますよ。専用のゴミ箱なんかもちゃんとありますし。西島さんはバーベキューとかするんですか？ああ、やっぱりアウトドアなんですね。料理も得意なんですか？それすごい。それじゃあ今度一緒にバーベキューしましょうよ。うん。そういう、うん、家でゴロゴロすることですね。ん？なんか猫と一緒に遊んだりとか、あと適当に映画見たりとか。ん？私基本的に家から出たくないんで。いや。ネットでダウンロードしてみるんですよ。お金払えば1週間だけ見放題みたいな。返す必要もないから携帯料金とか取られなくて便利ですよ。この前友達に突然告白されちゃったの。相手女の子なの。なんやと。その子がそういう趣味だったんです。何？ほんなら。いや、それがまだ悩んでて。何や。だって下手なこと言って相手を傷つけちゃったら悪いし、それに。ん？女の子でも別にいいかなって思い始めてて。おいおい。だってずっと一人でいるよりは友達と一緒にいた方が楽しいかなって。西島さんはそういうことないんですか？俺もや。ですよね。
相島さんも結婚のご予定がないんでしたら、お友達と一緒に住んだらどうですか？まったく。生活の面倒全部見るからって言われたらどうします？なるほど。でしょ？だから私も悩んでるんですよ。そろそろお時間となりますが。かしこまりました。相島さん、今日はとっても楽しかった。会いたかった。
大島さん。楽しかった。またね。いらっしゃいませ。さあ、一番さん、待ってましたよ。今日も楽しみましょ。いつもありがとう。さあ、一番さんだ。私もいただいてよろしいですか？いただきます。乾杯。乾杯。この前のお見合いの件ですよ。一応相手のこともあるから、とりあえずやるだけやれって。それで気に入らなければ断ればいいから。そんなのやるだけ無駄じゃないの。そう思いません？せやな。ですよね。だから私もそう言ってるのに、いいから来なさいの一点張りで。な。本当はお見合いだけじゃなくて、実家に帰るのも嫌なんですよね。きっと居心地良すぎてそのまま居座っちゃいそうだから。おいおい、むしろ逆、意地でも実家に帰るもんかって感じ。就職とか結婚とかそういうのが嫌で今の自由な生活してるんだから、今さら親の言うこと聞いて人生決めたくないっていうか。ほんなら、オーディション合格すれば実家に帰らないで一人で生きていけるかなって。ん？ほら、この前話したモデルのオーディション。わかった。もしオーディションに落ちたら、実家に帰って親の言うこと聞いてお見合いも受けてみるつもりだから。これが私にとって
最初で最後の挑戦。ジョーマジー、そうですね、あんまり難しく考えすぎないようにします。オーディション当日も冴島さんがそばにいてくれたらリラックスできていいんですけど。カグヤ。何ですか？な。妹がいますよ。俺もや。へえ、じゃあお兄ちゃんなんですね。うん。私も。妹はちゃっかり勤め先の上司と結婚して子供までいるのに、私はフリーターですから。私と冴島さんは似た者同士ですね。せやな。外寒くありませんでした？いいよ。島さんはタフですね。私寒いのダメなんですよ。私引きこもりだから外に出ないんですよ。いつも家でゴロゴロしてるんです。おいおい。あ、私猫飼ってますよ。いつも家でゴロゴロしてるんです。え、冴島さんも猫好きなんですか？意外ですね。せやな。トラってでも体大きいからあったかそう。ねえ、冴島さんも冬眠しましょうよ。で、春になったら働きましょう。せやな。そうそう、夏は暑くて日焼けするし、春と秋だけでいいですよね。おいおい。あ、せや。どれ？結婚や出産は面倒で嫌ですね。でもいたらいたら賑やかでいいですよね。ほんなら、私は男の子がいいかな。何？だって男の子の方が将来しっかり稼いできてくれそうじゃないですか。女の子だったら私に似て怠け者になりそう。今朝ねテレビ見たらサソリ座の運勢が1位だったの。そうか。あのね、金運が最高だったんですよ。だから今日はちょっと期待してるんです。ほんなら。え、いいんですか？ああ。さすが冴島さん、太っ腹ですね。すみません。そういう。
してるってわけじゃないんですけど、毎日見てると楽しいじゃないですか。野球やサッカーみたいで、明日こそはサソリ座頑張れとか、双子座最近ちょっと調子乗りすぎじゃないとか。でしょ、西島さんも自分のチームを応援するといいですよ。そろそろお時間となりますが。かしこまりました。西島さん、待ってるからね。いらっしゃいませ。西島さん、待ってましたよ。今日も楽しみましょ。私もいただいてよろしいですか。いただきます。乾杯。お疲れ様。モデルのオーディションまであとちょっとしかないんです。もう超緊張する。そんなこと言ったら私ガチガチに緊張しすぎてロボットみたいになっちゃいますよ。そういえ、それはサバを読むことにしました。とにかく受けてみないことには道は開けませんからね。ん？それがですね、3つです。23歳。そうか。外国の人から見たら日本の女性は相当若く見えるらしいですからね。私も10代に見えたりして。うん。最近は毎日家に帰ったらオーディションに備えていろいろ練習してるんですよ。何？鏡見ながらポージングの練習したり、特技のウォーキングをもっと綺麗にしてみたり、あと流行りのファッションについて調べてみたり。今まで家に帰ってもダラダラしてるだけだったから毎日がすごく充実してるんですよ。本当ですか？嬉しい。ちなみに今までの私はどうだったんですか？ん？ちょっとそれどういう意味ですか？せやな。ひょっとしてクリスマスプレゼントですか？いや。あ、あれ欲しいです。スマートフォン。だってあれ良くないですか？指でパッパって、いつもお客さんが触ってるの見ていいなって。うん。多分私も楽しいのは最初だけで、
すぐに飽きると思うんですよね。もともとそんなに電話使わないし。せやな。私ね、よく周りからのんびり屋だって言われるんですよ。なるほど。西島さんはせっかちな方ですか？いや。さすが。西島さんって動じないっていうか、周りに左右されない感じがしますもんね。ああ。それでね、この前友達から来たメールになかなか返信出せずにいたら、さっさと返事しろって怒られちゃって。電話じゃないんだからそんなすぐに返事しなくてもいいじゃないって思うんですけど、私が変なんですかね。ですよね。すぐに返事欲しければちゃんとそう書いてくれないと。書いてあっても無視しますけど。そういや、3週間くらい。おいおい、じゃあどれくらいまでなら大丈夫なんですか。それくらいならなんとか頑張れるかな。あ、せや。あ、せや。付き合い方ですか。ほんなら。ああ、そうですね。速攻アタックしちゃうかも。え、だってそれで OK してもらえたらラッキーですし、ダメならダメですぐに次の恋ができるじゃないですか。いや、いいなって思ったくらいの時にサクッと告白しちゃえば、振られてもあっそうって感じで。長々と片思いしてる方が絶対辛いですって。ちょっと聞いてくださいよ。何？うちの店で仲いい子がね、今度からキャバクラで働くって言うんですよ。本当に分かってます？月見の、じゃあいわゆるセクキャバのことをキャバクラって言うんです。ん？その女の子が上抜いてお触り OK な店のことです。そうか。そうそう、だからキャッチの人なんかもお客さんが間違えて入らないように気をつけて案内してるんですよ。ほんなら、ここはニュークラ。なるほど。それでその子のことどう思います？ですよね。私もやめた方がいいよって言ってるんですけど。バクラくらいならって言って始めて、そのまま気づいたら風俗に行っちゃってたって子もいるんですよ。そういや、私はやんないですね。私はニュークラで十分稼げますから。こういうとあれですけど、ニュークラって見た目が一番重要なんですよ。綺麗だったら脱いだりしなくても指名取れて、トークで楽しませてあげられますから。おいおい。
残念ながらその予定はありません。そろそろお時間となりますが、ご延長で。そういえ、家でゴロゴロすることですね。ん？なんか猫と一緒に遊んだりとか、あと適当に映画見たりとか。ん？白いのと黒いのがいて、両方とも女の子。何？あのね、私が寝てると勝手にお腹の上に乗ってきて、ふにゃーんって寝てるの。私は重くてグエーってなるんだけど、可愛いからそのままよしよしってして一緒に寝てるの。おいおい。そういえばね、うちの店にすごい新人が入ってきたんですよ。まずね、35歳なんです。なんやと。それが見た目は結構ロリっぽい顔してて、知らなきゃ絶対わかんないってレベルなの。この前その子がお客さんに年齢聞かれて答えてるのを横で聞いてたんですけど、その子一体いくつって言ったと思います？23ですよ、23。こいつどんだけサバ読んでんのって感じで。まったく。ひどいでしょ。私その時って顔してたんですから。どれ。そんなの嫌ですよ。嘘がバレた時ごまかすのが面倒だし。それはみんなちゃんとバレないように普段から考えて喋ってるからですよ。ひょっとして何ですか？そういう。そんなわけないじゃないですか。ゲンジナですよ。ほんなら。それは月見のだから、かぐや姫から取ったんです。ゲンジナなんてみんなそんなもんですよ。好きな男性アイドルの名前にしてる子もいますし、リョウとかアキラとか。でも東京の方じゃ名字までつけますよね。漢字も難しい字は避けて可愛くしたりとか、大変みたいですよ。なるほど。あの、冴島さん。冴島さんってぶっちゃけ私のことどう思います？つまり好きですかってことです。どれ。それはもちろん好きですよ。そうか。
でもそうやってはぐらかすってことは、西島さんはきっと私のことを好きじゃないんですね。私、好きな人がいてもその人のために何か尽くしたいって気持ちにならないんです。だから本気で相手のこと好きになっても、きっと相手の方は私のことなんか好きになってくれないんじゃないかって思うんです。いや、そうなんですか。ああ。うーん、私待つことなら得意ですよ。ほんなら。はい。で、私まだ西島さんの答え聞いてないんですけど。ああ。どうなんですか。せやな。それどういう意味ですか。答えてもらうまで返しませんからね。私もいただいてよろしいですか。いただきます。あ、せい。はい。なんかね、私自分から何かするっていうより状況に流される方が好きなんですよ。されるがままっていうか、自分から他人をどうこうしようっていう気が起きないんですよね。あ、そうだ、携帯止まってるんだった。ん？お金払ってなかったから止められちゃったんですよ。ひょっとして。いえ、単に払うの忘れてただけです。私引き落としにしてないんで。ほんなら。私しょっちゅう止められてるんですよ。なんやと。だってコンビニ行くの面倒なんですもん。そもそも携帯なんかなくたって生きていけるんですよ。俺もや。嘘、一度も。うん。西島さんはそれで困らなかったんですか。せやな。ああ、そういう会社もあるらしいですね。機密漏洩がどうとかって。うん。そろそろお時間となりますが。かしこまりました。西島さん、待ってるからね。Thank you.
はい。大島さん、
いらっしゃいませ。サイジマーさん、待ってましたよ。今日も楽しみましょ。何頼みます？結果について連絡があったんです。あのね、私ね、受かっちゃいました。ありがとうございます。これも西島さんのおかげですよ。そうか。そうなんですよ。お見合いの話も断ったし、これから心機一転、新たな人生を歩み始めちゃいますよ。ひょっとして？そうですね、ついに私も上がる時が来たか。そうか。あれ、ひょっとして西島さん、私がいなくなったら寂しいですか？何ですか？どれ？特技ですか？あ、歩くのが得意です。ほら、ファッションショーとかでモデルさんが肩や腰をくねくねさせながらセクシーに歩くじゃないですか。なるほど。たまに外歩いてる時に会うと男の人が露骨に振り向くんですよ。それがもう楽しくて楽しくて。西島さん、どちらからいらしたんですか？月見野にはお仕事で？私もそんな風に気ままに旅行してみたいな。うん。私、仕事でカムロ町に行ってたことがあるんですよ。ん？はい、ちょっと稼ぎに。初めから3ヶ月くらいで帰ってくるつもりだったんで。ほんなら。え、西島さん、キャバクラやられてるんですか？いや。じゃあダメですよ。私、基本的に働きたくないんですから。それに比べてこの仕事は楽なんですよね。まったく。はい。な。上から94、58、87ですね。 G カップですよ。他のお客さんだったら G って聞くとすぐ目が釘付けになっちゃうくらいなのに、西島さんはオフですね。うん。
西島さん、生まれは東京じゃないですよね。うん。やっぱり関西の人は言葉ですぐ分かりますからね。ほんなら。私は北海道生まれ、北海道育ちですよ。そうか。札幌です。ん？いえ、子供の頃からずっとそうですよ。北海道の子ってなまりないんです。おいおい。ああ、自分では気づいてないだけで、東京の人が聞いたら実はなまってるとか？だって。よかった。多分。ひょっとして。知らないってことはないですけど、なまらとか？でも使わないんですよね。まあ、月見野は都会ですからね。その点、関西の人はどこ行ってもずっと関西弁使ってますよね。うん。ああ、そっか。テレビとかでよく聞くから、こっちも大体わかっちゃうんですよね。真似できちゃうくらい。ほんなら。なんでやねん。どうやそろそろお時間となりますが、ご延長で。あ、せい。ですか？うん。そうですね。映画がいいかな。そうか。最近 3D の映画ってあるじゃないですか。メガネかけるやつ。あれつけてると寝ててもバレないんですよね。一度見た映画だったら内容知ってるから、終わった後にちゃんと感想を言えるし、お客さんと出かけるときはいつもそれですよ。西島さんはお化けとか幽霊って信じます？あのね、私そういうのがダメなんですよ。私、子供の頃から階段とか本当苦手なんです。そういうの聞いた後は夜も怖くて電気消せなくなっちゃうんですよ。昨日たまたまテレビをつけたら心霊現象の番組やってて、おかげで今日は寝不足ですよ。なんか子供の頃に見たホラー映画のお化けがとにかく怖くて、それがトラウマになってるんだと思います。ではそうかもしれませんけど、実際に実物がいたら怖いじゃないですか。せやな。いやだ、ちょっと言わないでくださいよ。想像しちゃうじゃないですか。おいおい。グラスが空ですけど、どうします？
私、割とな。ほんなら。私ね、海が好きなんですよ。なるほど。お寿司もいいんですけど、ウニ丼が好きなんです。ご飯の上にウニがぎっしり詰まってるのがいいんですよ。この前、大学の時のサークルの仲間に呼ばれて久々にジンパしたんですよ。現役の子たちと OB20 人くらいで集まってバーベキューしたんです。大学苦手って人も多いですよね。匂いが嫌とかって聞きますし。俺も嫌。やっぱりそうなんですね。なんでだろう。私は全然気にならないですけどね。ひょっとして。そんなことないですよ。でもそれで美味しく感じられるんなら味覚落ちの方が得じゃないですか。私もいただいてよろしいですか。いただきます。そうですね。たまに小樽に行くことはありますけど、あと函館に行ったことあります。修学旅行で。なあ、網走って刑務所のあるところですか。うん。ありませんけど、刑務所以外に何かあるんですか。ないよ。へえ、そうなんですか。全然知らないです。西島さん、網走に詳しいんですね。外寒くありませんでした。今日が特別寒いってわけでもないし。私寒いのダメなんですよ。私引きこもりだから外に出ないんですよ。いつも家でゴロゴロしてるんです。私の家隣のビルなんですよ。家から徒歩1分で出勤できるの、いいでしょう。家賃もお店に払ってもらってるし。でも店を辞めたら出て行かなきゃいけないから、なかなか辞められないのよね。そろそろお時間となりますが。かしこまりました。西島さん、待ってるからね。